左派 LGBT 活動家の方々ってあの事実を湾曲、うん、されてるんですよねで彼らが何を言ってたかっていうと今の性同一性障害特例法は、まあ、手術を性別変更の要件の一つにしてるわけですね。でこれは 国家が男子を強制しているのと同じであると、ええ。で、これをやめさせないさいっていうことを言うわけですよ。ええ、でも、それはそうじゃないんだっていうことを当時を知っている。あの、当事者の方が声を上げたんですね。はいうん、で、性同一性障害特例法典、あの、もともとは。そもそも、手術をしていた人たちが、うん、男性になったり、女性になったりしていた人たちが。このままだと、戸籍上の性別と、あの。ね、見た目が違うので、うん、生活上に困難が生じてしまうから。うん だから戸籍を変更してくださいっていうところから始まってるんですよつまりその国家が強制していやいや手術をしているわけじゃなくて自分の体に違和感があるからもう手術をしたくてたまらなかった人たちが望んで作った法律だったわけですでそれは当時の新聞記事を読んでも確認することができるわけですよでそれなのにそうやってあの国家による断種だっていうふうに言うわけですねでなんでこういう言い方になるのかなって思うんですけれどもやっぱりねこういうごまかし 私が至るるにあるわけですよ自己申告で性別変更を認めろっていうわけだけれどもでもあの多分あのこれを番組をご覧になっている皆さんはトランスジェンダーというと性同一性障害の人たちのことだと思ってると思われるんですけれどもそうじゃないんですよねトランスジェンダーっていうのはもっと広い概念であの例えば体に全く違和感がないけれども自分は女性になりたい男性になりたいという人もいるわけですよ。あるいはは異性愛者なんだだけけれども週に土日女装して いる女装家の方々もいるわけですよ、はい、彼らもトランスジェンダーなんですね、うん、で、あるいはオートバイのフィリアって言われる、うん、自分が女装した姿に性的欲望を覚える人たちもいるわけですよ、うん、で、これら全てのトランスジェンダーにあの自己申告だけで戸籍上の性別変更を認めろっていうわけですから、うん、これはさすがにもっと精査をした方がいいんじゃないですかっていう風うに思うわけですよ、うん、いやこれはねちょっとやっぱりね法律を作るにしても変えるにしても 実際現場でどういうことがね起きるのかそして海外ではねどういうことが起きているのかっていう事例をねしっかり研究した上でないとですね私は危ないと思ってますし過激な活動家によるさまざまなあの運動がですね あのアメリカやヨーロッパの社会の、ね、分断を招いてますよ、ねはい、朝日新聞も当初は、ねうん、そのトランスジェンダーの人々はかわいそうな人たちであると、うん、でこの人たちをやっぱり差別から守ってあげなきゃいけないという思いで報道されていたんだと思うんですようん、うん、ところが最近アメリカ発の記事でこれは文化戦争であるという記事を朝日新聞が載せたわけです徐々にあれこれなんかおかしいぞということは気づき始めてるんですね彼らもで無視できなくなくっているっているうううふうに思う

で私はやっぱりねあのちゃんと物事を見ていかなければひょっとしたら世界の潮流の方が間違っているのかもしれないっていう可能性だってあるわけですよ、ね。うん、やそう思います、ね、でそれを日本が後追いでやって世界はもう気づいてあの180度方向転換し始めているのに<う>日本がそこに突っ込んでいこうとしてるっていうこの状況をやっぱりね、ええ、おかしいなと思うわけですよ。イイギギリリススなんかか度方向転換しててますからね、うん、から最初はそのっていう、はい、あのイギリスの のような公共放送局ありましたけれどもあのトランスジェンダー活動家の言いなりの放送をやってたんですよでもあれこれおかしいぞと思ったんでしょうね今もう全くそういう放送をやらなくなりましたというのがイギリス最大のジェンダークリニックのタビストックジェンダークリニックというところがあるんですけれどもここがあの若い人たち10代の子どもたちに対してたった5分間の診療で性別への適合手術を行って多くが あの誤診だったっていうことが分かったわけですよ。うん、で、ご家族があのこれとんでもないっていうことで集団訴訟をこれから始めようとしてるわけですよ。うん、で、もう乳房を切除する、うん、で子宮を出すっていうことをやってしまいもう。 元には戻せないわけですよね、うん、でもう一生が台無しになってしまってる、うん、でこういうことをやっぱりあの許してはいけないで子どもたちはやっぱり思春期の性の揺れっていうものがありますから、うんすね、そういう中でそれを利用して大人たちがビジネスにしようっていう人たちもいるわけですよ、うん、だけどそういうところでセックスとジェンダーを混同させてはいけないんだっていうふうに、ん、イギリスは方針転換をして、はい、あの BBC もそうですしあの歴代の首相 そういうい発言を今やってるでスポーツにトランスジェンダーの,あの、まあ、男性から女性になった人が出場するのもこれは良くないということもうはっきりイギリスでは表明をしているということになってるんですよね。うんうんはい